時代肖像1634年に延伝総道図1597陶器章数定9年9月28日は中国秋代末期に活躍した文人であり特に書画に優れた業績を残した新朝の後期手が陶器賞の賞を啓蒙したことは有名であるその影響で清朝において正統の書とされたまた独自の画論は文人画の根拠を示しその流星の契機を作った 陶器賞が後世へ及ぼした影響は大きく、芸林百世の死と尊ばれた。また、高金持ち、次継ぎ王思う人、陽竜と、芸三、王子敏、夏雲なえ、高直う人と合わせて、金良九首と呼ばれる。地を玄祭。孔は思え城、思え沖きな、孔孔と称し、祭室の下行動、現象祭、画前室も孔として用いている。 前に消えしていたため子を光子児とも言った。松江府上海県東焼木の人。幼い頃より高級官僚にして、初夏で名を馳せた幕女中の書生となり、その子の枠ただし流に刑事した。13歳で家居のわらべみに合格し書生となる。万歴17年、35歳にして電子に給大し、紳士となり、管理員初期誌となった。ついで編集、構想が、 皇太子の頃の教育係などを歴任し、高級官僚の道を歩む。しかし、万歴27年、清掃に巻き込まれて左遷されると病気を理由に職を、自死適教。6年後に個々を日下げ学福祉になったが、生前らの相乗事件を引き起こしてしまい1年半で、辞職。十数年後、高宗が即位すると、その昇平を受けて、典型元年大乗自称教,教に任命され、 深層実力の返産に携わる。即位1ヶ月余りで、高層が出してしまうとほぼ一人で、高層実力を返産した。この功績を評価され、養殖を歴任し、南京霊部少書になった。しかし、権力を掌握した関官,官の義中権に粛清されることを危惧して辞職。数定4年また召し出され、南京霊部少書を任命されたが、翌年引退。 大使不と市法を加えられる。帰郷してほどなく病没。死後に大使大夫を与えられる。去年83。南米の福王の時に文みとしと死後が送られた。陶器省は官僚としての栄達を強く望んでいたわけではなく、むしろ政務にある時も、郷里の松、高家庭で多くを過ごし、師匠が残媒の生活を好んだ。またその一族と共に氷菓子などを営みかなりの、 応募を働いて、富を収奪し諸賀の収集などに費やした。このために恨みを海民衆の襲撃にあって家を焼かれている。一説には勢い家との権力構想が激化したことによるものとされる。当時の松、高家庭はお隣の蘇州と被験するほどに商業的な発展を遂げて市民社会にゆとりが生じ文化文芸を楽しむ気風が醸し出された。 書画の販売、出版熱に伴って、江南都市文化は洗練されていった。そのような環境の中で、陶器商は多くの文人仏閣と信仰を深めた。特に友人の陳次樹、幕田志流、小正義との相互の交わりが、陶器商の芸術活動に大きな影響を与えた。やがて、陶器商は、江南における芸園の重鎮となっていった。行奏書羅観散と。 初刊1603年東京国立博物館像、希望三月在池ルの雲隠れ参謀総部自十三歳で、過去の荒辺見に合格したものの、書がつたなであるとされたためトップにはなれなかった。このことに発奮して17歳から本格的に書の検算を始め、それは30年以上にもわたったという。はじめぶ文や法上で、感神経、商用、王義師に学んでいたが、 25歳の時に有名な収集家、鑑識家である河本のもとで歴代名家の親戚を見てから書の真髄は親戚によらねば得られないと悟り徹底して親戚の臨もに努めた。我が書は臨法せざるところはなしとまで述べるほどだった。47歳にしてようやく事故の体を獲得したととろしているが特にこれを遠からだと称する。当記章は北宋の素織 皇帝権、米仏らの革新的な処法官に、眼化されている。諸の精髄は義心にあり、王義師の精神を把握し、形ではなくその死因を受け継ぐべきで、そのために、諸は、天真乱漫であるべきとした。諸島の四王屋である、王陽淳、愚聖南、貯水亮、節、木びらは型ばかりで死因がないとし、眼神経、長曲、海空がその死因を受け継いでいるとした。 一方、文長名らの暮れ派には批判的で、その先駆けとなる現代の長毛布には激しく対立した。長毛布らは型ばかりを真似て、属体であると知りけている。しかし、後に自ら編纂した下校道長には長毛布の書を加えていることから強いライバル心を抱きながらも一目置いていたことがわかる。 陶器賞は、早くから善に参じており、その書の根底に善味があるとされた。秋尾は自由活発な精神を好む時代であったから、陶器賞の処方はたちまち商用された。軽、長髄と、米万章と共に、軽張り米、等と称され、米万章と共に、南ただし北米へと称された。信代になると、後期点が偏愛と呼べるほどに収縮し、その推奨から、 当時の資大部の間でもてはやされた。県流帝も、陶器賞の書風を好んだため、長らく流星した。旗祖久氏は、霧影論画において、陶器賞を歴代名家の最高位において、新品と表している。陶器賞、夏木水影、軸装、水墨画、陶器賞は23歳の時に、初めて山水画を試みたと述べている。先輩の駒佐義の家で、 元松四大化の作に触れたことに感動したからだと言う。その後、幕忠流や、沈次樹にも教えられて、次第に画を研鑽し始め、やがて、長左、小岩行、半三持ちなども加わり絵画のグループが形成された。この一派は、蘇州の陳余りや文長名の抜流である、暮派に対して松江派と呼ばれ、民末の停滞気味な絵画芸術を革新していく。彼らは、 古賀の干渉と林毛を通して主に元松四大化を中心とした個人の研究を重視した。しかし東気賞はさらにその演言を探ることを望み、官僚としての立場を巧妙に利用して、大衆造家の河元の家をたびたび訪ねてはそう、五代十国、東の古賀名品を干渉しその研究を鈍欲に進めている。特に東の多い五代の東元そして元松四大家。 中でもとりわけ、黄金餅の神筆に望み大いに刺激を受けている。研究の熱心さは書画の収集熱となり、黄金餅の最高傑作、不春三巨図を入手した時の喜びようは旅を超えていた。この他にも相当の名品を数多く入手している。陶器賞は山水画を得意としたが、その技法は個人から学んでいる。各忠だ広の 盲線図鑑のリン母を通じて、気性の表現を取り入れた。この気性とは、風水の言うところの大地のエネルギーの表象であり、当気象はうねるような山水にこのエネルギーを表現している。また構図を大きく分割配置する3.4、大分方を取り入れ簡潔でダイナミックな構図を特徴とした。極端にデフォルメされ、一見奇怪な形状に見える。 徹底して個人に学びながら形式主義に陥らず、その作品は革新的であった。陶器章がガムネ・ガゼン室随筆において展開した説は、秋代の代表的なが論となり、後世に大きな影響を残している。南北修論は、南修文人画の政党を示し、その層、党の大いまで遡り、陶現、巨善、米花府市へ続き、元松四大家を商用し、 文長名らの暮れ派を着流とすることで、自らの立場を正当とした。一方、北州引退画を貶める内容であるためなお南、偏北論とも呼ばれ、その市異性を指摘されることもある。なお、白忠史流の画説にもほぼ同じ南北州論が掲載されていて、どちらがオリジナルであるか、明確には決着していない。元松四の中でとりわけ、芸雲林のは、 言うは流しを第一とし、山水は平坦天心であることを理想に掲げているが、このあたりに禅の影響が見られる。山水画は着色を用いず、水墨の実で描くことを提唱している。この他に山水画の必須条件として、運営を挙げていることに注目される。山水に運営を描いたのは当代に、江南で活躍した大住をはじめとし、道元に継承され、米仏が、 発木の技法を完成させたものとしている。北曹の米仏が、多いのがは、国画であるので、学ぶ必要はないとしていることに納得せず、大井の神筆を探し求め、ついに、江山行稀図鑑に出会って、自らの信念が正しかったことを確認して、大いに感動している。この作品には、墨の濃淡を使い分ける泡の技法が用いられていたのである。また、 陸長時代の増加論を一歩進めた。画の六方の一つである、起因制度について、従来起因は、添付の際であるとされてきたところを、万感の書を読み万里の道を行けば、おのずと胸中に自然が映し出ようになるとした。さらに、画家は、最初個人を主とするが、後には自然を主とするとしている。これらの説は、後世の文人画家の創作の印となった。日本でも、 富岡哲才がザウの名として実践している。陶器賞の画論を総じて言えば小賀名品の実践的研究から文人画に理論的な根拠を与えたものということができる。陶器賞の革新的な画風はすぐ後に続く、小明、陳広史樹、テグの方、ベイマン章、李たち、森茂などエキセントリックな画家や松江派、公衆派、近寮派、新安派といった高難都司会が、 あるいは主を遅れの南州政党派などの先駆となった。またその画論は文人画家の大きな寄り所となった。以上のことから民末新書の多様な絵画の潮流は当から起こったと言ってよい。後世において陶器商の画は高く評価されている。特に清の文人皇帝である賢隆帝は陶器商の書画を愛したことで知られる。例えば、 炎伝騒動図に対して22代もの記念の詩をぎっしり書き込んでしまっているが、その偏愛ぶりが伺える。しかし、現代になると、陶器賞への評価は手厳しくマイケル・サリバンなどは、技巧が目立ちすぎ起因が見えないとしている。一方、河原昌司などは、陶器賞の書は、出力が不足しているとしながらもがについては、手放しで絶賛している。陶器賞は、 禅に系統し書斎をが禅室と名付けるほどだったが、ケゴミや浄土等その他の仏教思想にも惹かれている。さらに、異端思想家である、李拓を友人らと北京郊外の極楽寺に訪ね、禅を通してその同心論を熱烈に受け入れている。李拓吾は仮を廃止同心を説いたことで知られるが、陶器省が自らの芸術において、天真乱漫を尊んだこともこの同心への、帰着であろう。 また普段の陶器商は、わがまま、身勝手で悪辣な性質だったことが明らかとなっている。還暦にして15歳の少女を目掛けとし、氷菓子などをして蓄財し諸賀の収集に、貪欲だったが、これらの悪徳が原因で民衆の襲撃を二度も、受けている。欲望、氷を癒しむことを偽善とする、利託後の主観有心論を崇拝する、陶器商にとって思わぬしっぺ返しだったろう。 当期賞は芸術では優れていたが、その人格は定列で知られる。1604年に古校久下学福祉に任せられ、地方の教育行政の養殖に就いたが、学生試験中の監督を放棄して行楽に出かけたり、試験前日に事務所の門前に、明日は試験なしと掲示し、当日知らぬ学生たちが出題を待ち続け、 和人が尋ねると、昨日出題したはずだがと答え不合格にするなど、学生をしばしば愚労した。このため地元有力者たちの怒りを買い、学生たちを多数集めて、陶器省の感謝を襲撃破壊する事件に発展し、陶器省も解任されている。また故郷家庭に戻った陶器省は、屋敷には豪邸を建て、再起を目論み、積極的に役人に接触している。 またヤクザに他人の財産を強奪し、一般女性を略奪し住民に暴行を働かせた。対して、地方政府は見ぬふりをした。1616 16年不正を明らかにしたシュサイラが、殺害されたことで住民の怒りが爆発した。米価を下げたいなら、まず、陶器商を殺せという歌が広まり、恨みを持つ別地域の人も加わって襲撃し、陶器商は、キアスに逃れ、 皇帝は貴重な美術コレクションと共にことごとく燃やされている。また、自分の洗面は当器象筆であると言って、当器商との交友を誇示しようとした人は全く逆効果で、センスは引き裂かれひどく殴られたという。日本においては、江戸時代初期の頃より、漢文の創用が知識階級に広まりやがて、中国書法へ傾倒する文人が現れると、いわゆる柄用が成立した。 この手本となった書家が、宋の米仏、長足、これ、元の長毛布、明の文長名、そして陶器庄であった。江戸時代中期以降これらの書家の法丁が和国されて、刊行されているが劣悪なものであった。江戸時代後期になると、中国から船さえされ長崎経由で渡来した法丁が急増し、和国法丁と共に需要が高まった。 時代が下がるほど秋葉の書家に人気が高まり、陶器章は文長名と共に人気を二分している。小玉遠藤町、下校道法書など、陶器章の法上が競って求められた。陶器章の書に影響を受けた書家に、細い光沢の門人である、飯田桃川や平林厚志神が見える。また来山陽の壮年期の書体は、陶器章の影響が、色濃く、篠崎小竹や尾藤二州。 小生理などの儒学者にも影響が見える。中井君道は、陶器商に四粛し彼にちなんだ号を用いて、初夏、詩人として活躍した。画についても長崎派の画人である木下いつくもが、大いに影響されている。ありがとうございます。